自分は長じいちゃん子だったんだ。10年前くらいにじいちゃん亡くなったんだけど、今でも2週に1回くらいは夢に出てきてくれてありがたい。たまに出てこなくなった時の裏技として、シャレオツだったじいちゃんの愛用香水をティッシュに垂らして枕元に置いておくと、その日か次の日には会える。稼働率高すぎてゆっくり休めてないかもだけどいつもありがとう。香水廃盤にならないでほしいなぁ。稼働率高すぎで笑ってしまった。一生分の香水を買っておくしかないね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。